エッジはフォードモーターが製造、販売している中型クロスオーバー SUV である。フォードの SUV、カブ群の中ではエスケープ、クーガとエクスプローラーの中間に位置する車種である。初代モデルは北米、ブラジル、中東諸国、中国、ロシアなどで販売されたが、2代目は新たに西欧諸国にも導入され、世界100カ国以上で販売される。 グローバルモデルとなる。製造はカナダ・オンタリオ州にあるオークビル組み立て工場にて行われている。初代エッジは2006年1月に開催された北米国際オートショーにて発表され、同年内に2007年モデルとして発売が開始された。プラットフォームはマツダ・アテンザ、フォード・フュージョン、リンカーン・ m k z などと同じフォード CD3 プラットフォームであり、 姉妹車のリンカーン m k x とは、ボディシェルも共有している。搭載されるエンジンとトランスミッションはいずれも、新開発で、デュラテック 353.5LV 型6、気筒 DOHC にゼネラルモーターズとの共同開発による6回6速 AT が組み合わせられた。グレードは当初 SE、セル、リミテッド、そして2008年2月のシカゴオートショーで2009年モデルとして、 発表された、スポーツの4つが設定される。2010年2月、シカゴオートショーにて、フェイスリフトを受けた2011年モデルが発表された。SE、セル、リミテッドは、TIVCT が付いた、デュラテック35に加えて、エコブースと直列4気筒 2.0L ターボも、選択可能になった。エッジスポーツは 3.7L のデュラテック37に、換装され、 これにパドルシフトが可能なセレクトシフト6速 AT が組み合わせられた。また、インフォテインメントシステムはタッチスクリーン UI を備えたマイォードタッチが導入された。エッジには4.2インチカラー LCD ディスプレイ付きのものが装備される。エッジはまた、中国でも2010年4月23日の北京モーターショーにてお披露目され、2011年1月から 同国市場での販売が開始された。2014年6月24日に概要が発表され、同年10月のパリモーターショーで世界初公開された。翌2015年2月26日からオークビル組み立て工場にて製造が開始され、同年春から北米地域にて発売が開始される。プラットフォームは、モンデオ、フュージョンやリンカーン MKZ などと共通の CD4。 プラットフォームを採用する。エンジンは北米向けにはツインスクロールターボを採用した直列4気筒 2.0L エコブーストが標準で搭載され、オプションとして V63.5L なエンジンがラインナップされる。トランスミッションはセレクトシフト6速 AT のみ。一方、欧州向けには2種類の 2.0L デュラトルクとドしいディーゼルがラインナップされる。 180PS 版には6速 MT が組み合わせられ、CO2 排出量は 149gkm となる。210PS 版には、パワーシフト6速 DCT が組み合わせられ、CO2 排出量は 159gkm となる。また、アクティブノイズキャンセラレーションシステムが導入される。グレードは SE とセルのほか、市場によっては豪華版の タイタニアムがラインナップされる。エッジスポーツスポーツモデルにはツインターボを採用した V 型6気筒 2.7L エコブーストが搭載され、アクティブノイズキャンセラレーションシステムも装備する。トランスミッションはセレクトシフト6速 AT のみ。中国仕様中国仕様は2014年11月の広州国際モーターショーにて発表された。 グローバル版とは異なり、リアオーバーハングを延長して3列シートの7人乗りとしている。エンジンは2種類のエコブーストが用意され、セレクトシフト6速 AT が組み合わせられる。長安フォードが石膏省甲州市に建設した新工場の最初の生産者として、2015年3月に製造が開始された。ありがとうございます。